アプリ地図コレリリーさんのレセプションパーティーにご出席いただき誠にありがとうございます。本日はお忙しい中、地図コレの、ご説明という形でお集まりいただきまして本当にありがとうございます。で、地図コレって何ということなんですが、中部地域のローカルでニッチな情報に便利だとか面白いという価値をプラスして手間をかけた編集で情報マップとしてコンテンツ価値を生み出せるようなものを作っちゃえばいいじゃないのということでできちゃいましたっていうのが地図コレですから、この地図コレの方に中部地域のあらゆるコンテンツを載せていって、その中で本当に便利だ面白いという形で楽しんでいただけるような形ができればいいかなと思って、そういう方向に目指していきたいなというふうに考えてございます。山本取締役を交えたフォトセッションを取り行いたいと存じます。東海ウォーカーと申します。こんにちは。こんにちは。実際にアプリが動いているところをデモンストレーションで見せてもらってよろしいですか。じゃあまずこちらのアイコンをタッチします。はい。するといろんなイベントの情報が、はい、一覧が出てきます。そうですね、たくさん並んでますね。はい。ここから選ぶってことなんですか。そうですね。あ、なるほど。はい。気になるものありますか。気になるものですね。はい。あ、じゃあイルミネーションとか。イルミネーション、ね。はい、やっぱ冬なんで。はい、そうですね。じゃあ押してみます。はい。で、こちらのマイボックスに追加をします。はい、今追加されました。はいはいはい。で、こちらの地図コレの下に矢印マークがあるんですけど、はい、ありますね。はい。これを指でスライドさせます。はい。で、このイルミネーションが追加されています。されてますね。はい。で、こちらをオンにして、はい、あとは分かりにくいのでオフに全部しちゃいます。あ、ただ他のイベントのマップを選んだ時もこれをオンにすればその情報も出てくるってことですね。そうですね。一気に見たい時は全部オンにして、これだけ見たいなっていう時はこれだけオンにして、あとはオフにします。なるほど。はい。はい。で、ホームを押します。また実際にマップがすぐ表示されるんですね。はい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 。いいですか、失礼します。こうやって拡大していけばこのアイコンがイベント情報だってことですね。はい。あ、違うんだ、これ。あ、ちょうどランこれ、ね、ランに上がったですね。はい。これ押していいですか。押してください。はい、押します。あ、なるほど。こちらの画面、写真をタッチしていただくと詳しい内容も出てきます、はい。おお、これがいろんな情報をこれから自分仕様にカスタマイズして自分好みのマップが作れるってことですね。そうですね。あ、なるほど、わかりました。その他どんなカテゴリーがあるんですか。こちらは、はい、地域やエリアやジャンルも選んでピンポイントで検索することができます。できるってことですね。はい。じゃあ今後情報がどんどん追加されて、そうですね、常にアップされて、東海エリアの皆さん、ぜひ地図コレ使ってください。